えっと今日はあのプラトンの哲学の最後ということで前回お話ししたようにプラトンがですねあの物質的な世界観というまあ今の現代的に言ってもあの有物的な世界観ですよねそういうものに対してまあずっと哲学というプラトン哲学自分が作り上げた哲学で戦っていたというかことなんですね。今日はその その戦いのです、ね、一番重要な部分ということでそのイデア論ですよねの,あの問題点ということで、えー、最初あのイデアプラトンはイデアっていうものが、まあ、超越的世界にイデアというのがあってでそれを半径というか手お手本にして、えー、その個々のものですねっていう、まあ、花だったら超越的世界に花のイデアというのがあって。 ここの,の花は花のイデアを分有しているとであの、まあ、これの,あの哲学的なです、ね、あのどこに問題があるか分有っていうものに問題があるかっていうのはあのこちらの本を読んでいただいたらあの詳しく書いてあるわけでその哲学的なごちゃごちゃしたことはつまらないですからここの講座では省きますむしろあのイデアの分有それから二蔵っていう概念でですねプラトンがあの何をいた意図したのか ということを、あの見ていく方が、彼のまあ真意っていうものを汲み取ることができるだろうと。思うんですね。さあ、問題点をちょっと見てみましょう。ここですね。分有用語の記述方式の難点。ちょっと見てみます。で古物 X.。あの物質世界のものですよね。X. はイデアファイを分有することによって F. である。 イデアファイを分有することによって F という性質を持つというのがこの記述方式なんですねこの記述の仕方っていうのはまず古物 X, X という物質がそれ自体として実体として存在するいうことを言ってるわけですねだからプラトンにしてみればイデア界っていうのがあってでこれ物質界がここにあって物質界というのはイデア界の影なんですねこれの劣化コピー とということなんですねそうすると、えっと、イデア界にファイという、まあ、イデアがこれが、まあ、個物、X、に、まあ、分有されているっていうこういう基軸で分有することによって性質 F を持つと F という性質をね持つとこれがあのプラトンが考えていることであって要するにこれがあのプラトンの,あの概念なんだけれども。 あの、分有の記述っていうことをすると、あの、どうもね、こうなっちゃうって言うんですね。ファイと、まあ、性質 F で、X って、こんな感じになっちゃう。ここは大事なので、もう一回読みますよ。ここです。わかるかな。だから、普通常識的思考っていうのは。ものと、その性質を分けて考えて,るっている。それが常識的思考だって言ってるんです。 こここが非常に大事なところであの多くの人はねこういうアリストテレス的な、ね、ものの考え方なんですねこの常識的な思考をするのであのどういうふうにあの考えるかって花がありますよね。とはね花っていう抽象的な,なんかね実体っていう花が存在してその花がピンク色の性質を持っていたりある香りという性質を持っていたりするって思ってるんですよ。不物は分離してて考えてますねね普通ね これものすごく奇妙なんですね。だから古物 X というのとね F っていうのは古物 X と F F っていうのは単にねあの区別して言っているけれどもこれは本当は一体のものですよね。言ってることこかるねこれ一体のものだって分離なんか絶対できない。だからあのあくまでも常識的思考の中にあの絡め取られてしまっているとでそれはここに書いてある性質 F と区別された。 区別なんか絶対できないのに政政府と区別されたものすなわち個物 X という観念これをみんなものすごくしたたかに持っているとうすり込まれているように、まあ、みんん持って,るっていいるとうこでですね、うん、面白いんですねね面白もうちょっと例え言いますけどね本当の自分はいい人間であってそれがたまたまあの今回あの悪いことをしてしまっちょっとつまらないことをしてしまった。 本当の自分とや自分がやったあの失敗は別だでもそのやってることが悪ならあなたは悪でしょって、うん、保身のために長いものに巻かれてるんならそれは悪でしょって,って分けられないだろそんなものって <laughs> いうことですよねこれは面白いよなあってつくづくそう思いますけどねうん。 この観念のしたたかさってう。うん、で、この観念は非常に都合が良くて、自己正当化できるんですね。うん。いかにこの世界の人が、このね、間違った観念にね、絡め取られているかっていうことが。わかります。で、プラトンはここと戦ってたっていうことなんですね。